くるり大根を植えていきます。ケールを植えていきます。これが2つ袋入ってたんですけど、多分それぞれ葉の色が違うんですよね。ちょっとだからできてみてからのお楽しみっていう感じで、2種類の色のケールを植えていきます。ケールは1列に、株間30センチぐらい間隔で1列にぶらっと1本植えていきます。手前にしましょうか。あ、ごめん、あれやな、レタス植えますのシーンいるの。続いてご近所さんからもらったこのレタスの苗を植えます。ご近所さん、これは2列に、畝を2列に株間30センチ、今こっちで指をこうカンペ出してくれました。株間30センチで2列にレタス、これ8個ですね、入れていきます。3-40センチ間隔で筋巻きって書いてあるから、まあまたあれに2列に入れればいいですよね、これ、うんうん、だんだん雑になってきた。お、なんかまた種が違う。お疲れ様でした。上がってこなくて早く言うだよ。はい。
人使いが甘いとかって言われるやつ。皆さんご苦労さんでしたとかって優しく言ってな、はい、ちゃんと号令かけなさい。はい、ラスト大根だ。これはどう出すのね。こっちは梅間が、梅間じゃないわ、株間が15から20で筋巻きなんやね、うん、筋巻きで上間15から20なんで20や。これから大根を植えていきます。まずは20日大根ニューコメントです。これホースの長さが足りなくて今こういう状況になっちゃってます。カインズで1900円のホース、あ、1200いくらのホースをカインズで買ったら長さが足りなくてこういう水の巻き方になってしまいました。ここがポテト、じゃがいもが1、2、うん、3、じゃがいも3列で、ここは1列ネギです。じゃじゃん。そしてここが大根1列紅くるりです。でここがラディッシュ20日大根ニューコメットと、向こう側半分も別のラディッシュを植えました。そしてここがベビーキャロットと、向こう側も人参です。人参を2種類植えました。そしてこの列が1列ケールを植えました。そしてここがレタス半分と、向こう側がなんだっけ、こっちはあ、テーブルビーツを植えました。テーブルビーツ、こんな感じで日高さんご協力のもと畑に種を植えることができました。果たして野菜たちは出てくるのか、乞うご期待です。